皆さんこんにちは。文芸学部文化領域文化専修の教員村上です。私が担当する後期の課題解決ワークショップを簡単に説明いたします。私は、日本倫理思想史を専門としてきました。で、この倫理思想史という単語の倫理という言葉、つまり私たちの行為や振る舞いの良し悪し、あるいはよりよく生きるとはどういうことかといったことを私の授業では課題としていきます。解決すべき課題ということになります。次に倫理思想史という言葉の思想という部分に関わることです。これは物事をそもそもと考える、しっかり掘り下げて考え検討するという思考態度、思考形式を意味しています。このそもそもという言葉には2つの意味があると私は考えています。一つは、そもそも善とは何か、悪とは何か、そもそもよりよく生きるという時の欲とはどういう意味を持つのか、原理や原則に立ち戻って考えるということです。つまり原理的ということですね。そしてそもそもの2つ目の意味は、与えられた課題がそもそも妥当なのか、それは課題になっているのか、そうした課題自体に無理があるのではないかと批判的に考えること、最近ではクリティカルシンキングなどとも言われますが、この批判的に考えるという思考態度、思考形式を意味しています。このように課題をそもそもと考え掘り下げるトレーニングをグループワークを通して皆さんと一緒に深めていきたいと考えています。